ますよ。まだすぐ当たるでしょ。ART 終了、1ゲーム目、もみじ殻扉。おっしゃ、おりゃら、よっしゃ、ほら、やったぜ。あ、まあ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 、平気以上かな。終わってしまいました。629枚です。まあしゃあない。いや本当はぶん回したいけど延長して、けど逆にね、こんないい台普通にお客さんに譲った方がいいでしょ。よし、お、やった。千枚オーバー、やばい。うわー、赤玉いっちゃったよ。激熱。やっここじゃないか。わ、いい音、かっこいい。あ、ボーナスもついてきた。
アキラちゃんが出たら熱いのね。もうちょっと様子見ましょうかね、とりあえず。じゃあうまい棒、うまい棒になればいいなって感じでいきます。この台マジで流行ってほしいんですよね。おお、つうことなんですよ。ポン、うまい。これがねもうたまらんのです。僕ちょっと中毒っぽくなってるんですよ。あ、でこれ3枚だけできないんだ。366ゲームですね。もうこれもう超うまい棒っすよ、今のところ。今のところ超うまい。レギュラーはいらんな。まあでもあのボーナス枚数かな、ボーナスの枚数は結構多かったと思うんでね。よしよし、いいでしょう。ミュージックが軽快すぎて素晴らしい。よし、やべえ、もしかしてこれマジうまい棒なんじゃね。ビッグにねほとんど設定差ございません。で正直なところ機械割りも魅力的な数字じゃないんですよ。6とかでも106点ちょっととかだったかな。なんか中リール宝な狙いでチェリーチョーク1画目とかがあるんで中押しはおすすめしねえっすね。やっぱ中段にね赤7が止まったら1画面なんですけど、そのチェリーチョークのもううまい確定してるわけじゃないですか。ポン確定しちゃってるうまい棒はうまい棒ではないんですよ。わかりますかね、僕からしたら。やっぱ驚きがやっぱ楽しさ、まあイコール楽しさでもありますんでね。まあ分かりながらもう話すのもね、まあまあ悪くはないと思いますけども、私の好みとしてはやっぱり左リールチェリーフォローかな。このパネルがコンポタージャージなんですよ。ちょっともう詳しくないんですけど、これはおよっしゃダメです、下パネっていう。下パネ受けた瞬間映ってないっていうね。音だけ聞こえてますんで、うまいんで。168ゲームがうまいです。ビッグを解放してあげたいんだ、頼むぞ。おお、いいですね、猫ちゃんリプレイいいじゃないですか、頼むぞ。わあわあわあ、当たってくださったんで文句はござらんよ。レギュラーの音がね前向きにさせてくれるんでいいです。そろそろこれまあ背負いてるかどうか知らんですけど、前日から7つの履歴が見れるんですけど、全てレギュラーですよこれ。これはビッグをねもう引かないとかわいそうですよ。勝ちたい。ワンチャンこれじゃない？だよね。うん。だと思う。これまだ打ったことないんだ俺。このプについてのやつ。これ打ってみよう。いや本当はね、もう明らかに高設定なんで恐竜先生。したいけど誰かお客さんにね打ってもらいたいんで。高設定の恐竜先生開きますよ。明らかに56ありそうな恐竜先生開きますよ皆さん、どうぞ。恐竜先生はいい思い出の方が多いよ、ありがとう本当に。はい、というわけでマイジャグラーに移動してきました。ここでまたちょっとビッグ連チャンなんてできたら大成功なんだけどな。おい、ちょっと今話してなんか
と 0. 何秒お聞きございませんでした？うまい。すいません、いきます。210ゲームになりますね。いやそろそろこれは何なんだ。チェリー、いやでもまあチェリーフォローしてみるか。あこれ一角なんですよ。これチェリー超組みたいな感じなんですけど、ちゃんと止まるんですね、チェリーの場合は。まあこれチェリーチョークじゃないですけど、はいはい、頼むぞ。この台824回転です。レギュラー3です。おお、解放しました。ブラボー、ブラボー。多分トータルこの台数日間で多分2世界ぐらい余ってたんじゃないの。ビッカー解放してやってよ、よく頑張ったね。ということで、1ゲーム目リプレイ行くと、あ、これまずいかも、まずい棒かも。なんか1ゲーム目にリプレイ行くと最高獲得枚数である271枚かな、取れるみたいな。なのでもしかしたら270枚弱ぐらいになっちゃうのかも。うん、なんか枚数がこれが悪っぽい。あ、結構少ないね、13枚少ない。あ、だから多分1ゲーム目に、まあ確率知らんすけど4枚ベル引いちゃうとしょっぱいんだね。あんま引かないイメージあるけどね。了解、勉強になりました。すごいな、うまい棒のリール見ながらめっちゃ喋ってるリノさん。これもなんか A タイプで手止めてちょっと解説っぽいことしてみたいな。まあやっぱりこの筐体ですよね。うん、これどこにこだわってるかっていうと、まあ一見このね、今までになかった肉球に一番こだわってると思いきや、実は前作よりも露出が増えてるんですよ。多分変わってない。でもこんなエッチなパックしてたっけ。そう、体だけ見てみてください。どういうロくないですか。ちょっとまあ顔はちょっとあの、いや決して今日綺麗ですけどね、けどやっぱギャップありますよね、顔と体で。体だけむちゃくちゃドエロい。あ、体だけとか言ったら失礼ですね。すごい、まあちょっとイヤリングデカすぎってぐらいかな。だからこれ極めてくると、多分これ単独とチェリーチョークないしかないはずなんですよ多分ね。あんま解析数値見てないんで、まああのベルの確率は全然乗ってないですね。実戦上しか乗ってないんですけど、これ一枚役の並び配列さえ覚えておけば光るか光らないか分かるんじゃないかな。一枚役とチョークしないんであれば、まあこれ一枚役でしょ、どっかで成り立ってるんですよ。それさえ知っとけば、だからこれが外れ目でしょ。この場合に単独が成立してるってことだから、こういう時になんかこう強く第三をねじるというか、だからこれの時は一枚役だからチョークしてないかもしれないんで、チョークっていうかまあ一枚役チョークないかもしれないんでっていうね。多分なんか単独とチェリーチョークしかなかったんで、多分一枚役立った時は当たらないはずなんですよ。ああ、だからこういう時これがチャンスになるんじゃないの。リボリボリ中段リボリかもしれないです、もしかしたら。あ、これもチャンス、中段リウベ。こういうのをね考えながら A タイプを打つのは非常に面白いんです。ちょっとこっちに打ってみようかな。よし、ちょっと隣に移動します。まあ、今496ハマって136っていうのは
これハマらなかった時相当いいわけですよ。ああこれ次第よね。これ次第だね。うーちゃんの力量よ。よし移動します。番長でいいんだよ番長。え番長ゼロ。あそん時には出てる。あやったやっとペコった。見えます。いちいち外さなきゃ見えないか。ピックで頼む。レギュラーや590ゲームしかも3回しか光ってないよ。おお当たった。4回目です。188。うまいのビッグで終わりにしたいね。こん なんだこれはリプレイか。あうーちゃんの分まで俺がレギュラーではなくビッグ引いてやるぜ。キノコンめらしいな。なんやなんやこの台。やめるんだ。うわなちゃやめるんだね普通に。やっちゃったよ。やばいよ俺のも。やばいね。めちゃ悪だね。めちゃ悪だよ。めちゃ悪。ポンポンスポポン言ってくれないよこれ。ポンポンスポポン。ポンポンスポポンですよ。ポンポンスポポンはちょっと古いな。うまい棒でごっそり削られたので224枚獲得でございました。おつむじ。よし。お疲れっす。おつむじ。いや本当にね。うん。うまい棒いいですよ。恐竜先生いいですよ。いや本当に早速結果僕あります。はい、はい、どうぞ。はい。投資がね、いきなりいきましたね。ニュージェネっぽい投資しました。はい1692枚。たれいっちゃいました。回収が224枚、うんうん、ございましてマイナスが1468枚。なるほど。ということで、うん、やられましたね僕が。はい目指す枚数はね、うん次回では、4000枚弱となってしまったんで。できるのかな。まあ、うん、まあできないっていうよりかは、うん、できると思うしかないっていうね、うん、感じで挑もうかなと思っております、はい、まあ元気にいきます。はい、じゃあ続いてうーちゃんお願いします。はい、俺様の方はトータル的には最後ちょっと飲まれちゃったんですが、投資が1128枚で回収が1705枚に終わりました。なのでほうほうほう今回の収支はプラス577枚。いやさすがさすが、はい、うーちゃんトータル的にどうなりました。俺様はねまああと1500枚ちょっと。ああ俺は全然目指せそうなとこにはいってる、うん、まず基本的に8000枚プラスになってる時点でもう終わりでもいいんだけどね。基本的にはまあもちろん企画としては、うんまあ、出玉を出したいんですけども、うんまあ、今日はちょっとできなかった並び打ちとかさ、うんまあ、いろいろなお話、はい、積もりに積もったお話っていうのをやっぱしていきたいわけなんですよ。いやなんかちょっと不思議な行事になってきた。もう5年近くここにずっと立って通ってきたわけだけども、うん、なくなるんだと思って。そうですよ。まあ裁判さんがなくなるわけじゃないんですけどもとりあえずね。そうですね。まあ、僕たちの収録がねここに立つことがもうなくなるんだ。なくなるんですよ。いや勝手に立っていただいていいんですよ。一人でまだ終わっちゃいね、うん、まだそう、うん、だからここに関しては、うん、ニュージェネレーションというのはやめよう。何何ジェネレーションになるの。え何もないよ別に。何もないんだけど なんか言いたくないなっていうのがあった。へーなんで締めたくない。ほー今終わらないとニュージェネレーションは。まあ今なんかこうやってやったら終わっちゃうでしょ。お一生ジェネレーションしますみたいなこと。どういうことそれ。一生ジェネレーションします。一生ジェネレーションします。ちょっとようわからないあの単語で飛び交いましたけども。次回ですね、はい、最終回
頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、ニューヨーク閉まらないけど、まあいいっす、はい、ニューヨークです、ニューヨーク。